はい、こんにちは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦史です。本日のサウンドチェック、こちらになります。ズーム社提供、ズーム G14 番のプリセットですね。スケーター DRV ですね。こちらを愛用の不次元性ストラトキャスターで奏でてみたいと思います。はい、初心者の方にはですね、スモークオンザウォーターというね、名曲がございまして、それから練習していただきたいと思います。では、画面を通じてね、ご一緒に。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。これができるとなんか弾けた感があるんですよ。ギター弾けてる人ですねっていう。続けて、イギリスが誇るね、プログレッシブバンド、イエスのロンリーハート、いきましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。フロントに切り替わして誰でも弾けるロンリーハート、じゃあ広島もなものです。ゆっくり丁寧に美しく弾きましょう。それでは、はい。私は現在ね、シアミュージック横浜校で、ギターの講師をさせていただいております。まあ、エレキギターも、担当させていただいてますが、こちらアコースティックギターも、担当させていただいております。私をご指名いただいてもよろしいですが、まあ、他のね、講師の方々も非常に優秀な方が揃っていますので、こういうのはね、人と人との、組み合わせなんでね、私みたいなタイプのギタリストに習いたいという方もいらっしゃれば、違うタイプのね、もっとブルージーな、ギタリストに習いたいって。私はジャズとか、ジャズクラシック系なんでね、ブルースですとね、ヒゲ先生という非常に素晴らしいギタリストがいます。まあ、会う先生に習うのが一番です。はい、でそして楽しくレッスンすることはもう何よりなんでね、ぜひ、シアミュージックの方にお電話してみてください。あなたにぴったりのね、講師が見つかるんです。それではスタジオリバーサイドからギタリストの竹下敦史をお送りいたしました。 See you next time です。